何？注目。どこに注目してんだよ。おお、びっくりした。なんかあくびしながら入ってきたんですけど。リンク様。このような時間にどうかされましたか？魔は暗闇と共にやってまいります。どうかお気をつけくださいませ。そうよね。夜になったらなんかあの骸骨みたいなさ、ボコブリンがいっぱい現れるもんね。この上とかなんかないんかな。いろいろ探検もしとこ。なんかいいもの見つかるかもしれんし。普通になんか生活してますって感じなだけやね。このベッド勝手に使えたりせんか。お、なに？調べる。おお、なんだ、いきなり。ダメでございます。いつの間に背後に。それは単なる私めの日記でございます。お触りになりませんよ。無理なんかやっぱり。すごい急いで上がってきたんかな。ここはパーヤの寝屋でございますよ。お早くお引き取りくださいませ。うわ、なんか上がっていきよる、上がっていきよるって思って追いかけてきたんかもしれんね。降りてきよるかな、きよらんか、寝に行ったんかな。もう夜よ、よくわからん。いや、AM、7時半ってなっとる。ことは全然朝やね。まあ暗闇と共にとか言えるけんさ、もう夜に来たんかと思ったよ。ん？何今の音？鳥の声か？まあいろいろと村の中を、呉服屋オシャンティーは、オシャンティーかな？は年中無休で営業中。でやだ、お兄さんって私の好みのタイプかも。照れるな、照れるな。しかも腰にシーカーストーンなんかつけちゃって。これは、え？何？シーカーストーン？それってすごい人しか持てないすごいもんなんでしょ？よくわかんないけどお兄さん、きっとすごい人なんだね。みたいだね。わからずに言ったんか最初。いい服あるよ。あ、すげえ、この辺でいっぱい。え？いらっしゃい、呉服屋オシャンテへようこそ。特にそこにある忍びスーツは今シーズン一押しとなっております。それを着ると足音が出にくくなるから、狩りなんかで使うと重宝しますよ。おー、マジか。その分ちょっと防御力は弱くなりますけどね。あ、それはどうなの。すげえ、これカツラまで置いとるよ。カツラじゃない、マスクの部分だけ。普通の布製マスクに見えるが、実はシーカー族の技術で、絹ずれの音を徹底して抑える工夫が施されている、隠密行動に最適。なんだ、髪の毛ついてくるんかと思ったよ。マスクだけか。こっちは防御力高いんかな。ハイリアノフード。ほんほんほん。あ、これも髪の毛ついてるね。これが、静かさアップ。まあ、確かにこっちの方が防御力は高そう。ハイリアの服。ただし、今の私はルピーを全く持っていない。まあなんかいろいろと倒したりとかして稼ぐしかないよね。急げ急げ、あの子は一体どこへ向かってるんだ。ねえ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 。何かあるの？ああ。これから父様と約束があるのです。急がないとなのです。そっかそっか、ごめんね、引き止めて。いってらっしゃい。あ、ここ？ここかい。リンクの休憩ですか？これは娘のココナとプリコです。子供たちとおしゃべりできるこの時間が、私にとってはかけがえのない時間なのです。と言っても、話している内容なんて、いつも同じなんですけどね。同じ？どんな話？この坂の上に、シーカー族が守り続けている祠があるんですが、その祠の裏の森から、時々聞こえるんですよ。オーナーのすすり泣くような声が。といった話をしてるんですが、実はそこには、我が村の守り神様がいらっしゃるんです。なぜ泣いてるの？ただ最近は魔物が出たりして危険になってきましたので、娘たちに裏の森に近づかせないようにこうやって怖がらせているんですよ。あ、なるほどね。その部分は作り話ね。しかしココナは怖がるんですが、プリコはなぜか喜んじゃうんですよ。あ、そういうの好きなタイプ。こっちじゃない、こっちじゃない。プリコちゃんと話したかったの。へえ、プリコちゃんと話せねー。なるほどね。おじさんしか反応してくれないのね。ほら、プリコちゃんに会っとるやろ、今。くっそ。
双子かな。単独でおるときしかココナちゃんとプリコちゃんとは話せないのね。なるほどなるほど。風強いな。なんだこの風。どんだけだ。なんかほんといろんなところにおるね。はっ。はっ。飛べるかどうか。てやー。全く飛べねえ。ごめんね。ここは誰の家？この辺の壺とかなんかならんかな。え、なに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 ？何もしてない方が壊れたんだけど。もしかして踏んだの？私。踏んで壊したの？んー、やっぱりこの世界のゼルダには、なんかあれかな？何を持つの？これか。樽の中とかに、ルピーが入っていたりはしないのか？お邪魔します。ここはなんかただ単に人の家って感じかな。何これ、カエル？ん？びっくりした。誰か入ってきたかと思った。入ってきたかとっていうか、帰ってきたかと思った。ん？なんか光よる。畑のクワ、え、めっちゃ強いやん、クワ。土を掘り起こし、畑を耕すのに使われる農具。畑仕事に耐えられるような丈夫な作りをしており、使いようによっては十分武器になる。へー、もらっていきまーす。もらっていきまーす、勝手に。ごめんね、ちょっとここの人農作業できなくなるかもしれないけど。まあまあ、そういうこともあるさ、諦めてくれ。お、あそこにも。あ、これもクワかな。松明やった。松明やった。あれはね、シーカー族が守り寄るっていうその祠にも行ってみたいな。死ぬかな。なんかさ、オープンワールドっていうことでいろんなところに行けるわけやんか。木の枝。いろんなところに行けるけんさ、いきなりめっちゃ強いところに行く可能性もあるってことやろ？びっくりした。話す？これか。見たところそのシーカーストーンはまだその力を十分に発揮できてないご様子。お師匠様ならばきっとお力になれることでしょう。お師匠様って誰？お師匠様はゼルダ姫様のもとでシーカーストーンの研究をしておりました。今はこの村から遥か東にある果ての村の研究所におります。あ、インパが酔った人かな。まあ、その少し変わり者ではありますが、お師匠様のおります果ての村はここよりも遥か東の彼方。道中お気をつけて。めんどくさそうな人ってことかな。雨の日の壁登りはベテランの俺でも難しい。無理せずどっかで雨宿りするといいかもな。ところで、旅先で仕入れた商品がここにある。見るだけならタダだぜ。なるほど。じゃあ見してもらおう。俺のよりすぐりだ。精がつく食材はきっと旅の助けになるぞ。ああ、なるほど。え？虫。頑張り兜。へえ。え、カブトムシ潰して薬にするのもしや。頑張りガニ。へえ。それでどうする？ごめん、いいよ。それじゃあな。なるほど、こういう行商人の人もいるわけね。ふんふん。んで、そのシーカー族が守っているという祠はどこ？こっちかな。山の上にあるかなんかって言ったよね。こっちは出口か？出口ですね。あ、なるほど。今から行商の旅に戻るのね。あのお兄さんは。そのシーカー族が守りよるっていう祠はこの上かもしや。山の上、村の中から行けるところかな。お、風が止んだ。いや、下の方はまだ結構吹きよんかな。お、すげえ、家の屋根の上にまでコッコがおるやん。この辺のリンゴもちょっと拝借して、はっ、よし。あ、これか、祠。タロニヒの祠。ほうほう。とりあえず入ってみよう。てか祠ってさ、全然広そうに見えんのに。あ、でも地下にいつも降りていきよるけん、あれかな。この地下が広いってことかな。照準の操作、一部のアイテムや弓などは、
パッドを傾けることでも照準を動かすことができる。十分に周囲に気をつけて操作するのが良い。来た来たー。これクリアせずに戻ることもできるんかな。戻れるか。お、広い。え、なになんかすごいいろんなとこも。祠を訪れし者よ。我はタロニヒ。女神ハイリアンナに置き、教えを与えよう。タロニヒの祠、タロニヒの教え。その教えとは一体何なの？なんか知らんけど、宝箱。敵は出てこないのかな？さあ、中身は、護身の盾。お、めっちゃ強い！シーカー族が用いる木製の小型盾。機動性の確保や死角を作りにくくするために特殊な形状をしていると言われている。ああ、待って。盾。こんなんいらんやろ、鍋の蓋。鍋の蓋、捨てる。さあ。護身の盾。よし。オッケー。そして、こっちは武器かな。やったらいいなぁ。蹴り開けるな。斬新の小刀。シーカー族の伝統的な、片刃の剣。片刃？他に類を見ない細身の型。細身の刀身と切れ味を持っており、その作刀には古代技術が使われているのだとか。ああ、待って、これも入らないのか。ということはだ。松明とかいらんのやないかな。え、違う、木の枝がいらんな。木の枝がいらんな。これを、は。さあ、ください。イエーイ。んーで？うおー、なんだ、びっくりした。めっちゃびっくりしたんですけど、今。マジで？いやー、そんな簡単に返さんよって。敵の攻撃を横飛びで避けて、その隙に攻撃を加えよ。今の武器で戦えってことかな？横飛び、敵が縦に振りかぶった時は横飛びでかわす。縦に振りかぶった時？注目中に横に移動ジャンプ。へえ、なんだ。ちょっと待って。今の武器ちゃんと装備してる？斬新な小刀。盾。護身の盾。何？注目。どこに注目してんだよ。あ。注目。あ、こういうこと？縦に振りかぶったとき。全然注目してなくね？してんのこれ。あ、注目した。うわ、すんげえやられる。あ、なるほどね。これ攻撃与えれてんの？横飛びでかわす。なんかもう一回出てきた。あんた理解してますか？ってことかな。うん、矢印が出てきたから多分これで。何これ？何今の？なんかよくわかんねえ。これ攻撃与えれてる？与えれてなくね？ういちょ、待って、しゃがむな。これさ、あれじゃね？普通にさ、この辺の爆弾とか使った方がよくね？ちょ、待って。これどうやって使うんやっけ？あ、こうか。はぁ。でい。はいはい、すいませんね。要はこれができたらクリアってことかな。あ、間違えた。はいはい。盾があるからよかったけど。え、これで Y ボタンでジャンプよね。要はこいつをやっつけるんじゃなくって、その移動して横飛びを覚えろよっていう、こういうことですか？わ、すげえ、なんかアクロバティックなゼルダ。
えい。今のを避けんといかんのよね。私下手くそじゃね。そう、分かってんの。はい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 。なになに。あ、こういうこと？オッケー？クリア？敵の攻撃を爆中で避けて、その隙に攻撃を加えよ。爆中？敵が横に投げ払ってきたときは爆中でかわす。注目中に後方に移動ジャンプ。なるほど。注目中に後方に移動ジャンプ。こういうこと？びっくりした。投げ払ってきたとき。投げ払ってきたとき。お、これで。ライシライシライシ。うわ、すげくね。斬新の小刀の壊れそう。ちょ、待って待って待って、ダメじゃん。敵の攻撃に合わせて盾を突き出し、その攻撃を弾け。ガードジャスト。タイミングよく盾を突き出すと相手の攻撃を弾ける。盾を構えて攻撃を弾く。うん、A ボタンね。ね、これあれじゃね？これ使わん方がよくね？普通に弱いのとかでいいんかな？ボココンボで。なんだっけ？これで、こうだな。おっそ。お、オッケーオッケー。ガードジャスト。力を貯めて放てば溜め攻撃を繰り出せる。その攻撃を敵に加えよ。こんなの普段絶対考える余裕の下げ。溜め攻撃。回転しながら広範囲に強力な攻撃を繰り出す。力を貯めて放つ。はぁ。いや、待てよ。え？何？ちょ、待って待って待って。これで。はぁ。こういうこと？すんげえなんか疲れてる疲れてる。超絶疲れてるから。さあ、こういうことか。おー、やったね。お、お、こいつ武器も落としてる。よくぞ全ての技を体得した。さあ、奥へ。なるほど、ちょっと待って、拾いたいから。お、お、あれも宝箱？やったね。古代のバネ。ガーディアンナイフ超強いやん。小型ガーディアンが装備している剣。古代の技術が使われた青い刀身を持つ。耐久性はあまり高くない。耐久性高くないんか？あ、ちょっと待って。武器ポーチがいっぱい。ってことは今のこのボココン、間違えたよ。矢を無駄に使う。と、ボココン棒を投げ捨てて。はい、ガーディアンナイフ。すげえ、やばくないこれ。光よりよ。あ、間違えた間違えた。ちょっと待って、無駄に使う。まあ、でもどこにもぶつけてないけん、まあ、大丈夫か。とりあえず、じゃあ、この辺のボコバットでも持っときますか。これは？古代のシャフト。古代の機械に使われていた部品。とても硬く、今の技術では加工するのも難しい。何かの役に立つかもしれない。あとは何か拾うべきものはないね。ん？オッケーオッケー。さあ、奥へ。この中身は？オパール。オパールかい。そして、なんか満を持してっていう感じのものでもなかったな。後々重要になってくるんやろうか。よくぞ力の試練を克服されました。あなた様こそ、孫をことなき勇者。ありがとう。それシーカー族のなんか、衣装かなんか？今こそ女神ハイリアンナにおいて、克服の証を授けましょう。ね、今までと違って顔が見えてないこの人。人じゃないかもしれんけど。克服の証、試練を克服した者だけが授かることのできる勇者の証明。これで我が役目は終わる。女神ハイリアンの加護があらんこと。ありがとうね。これがまた4つ溜まったらハートが増やせるわけや。ハートを増やすか頑張りゲージを増やせるかってことか。戦闘のコツ、大きな矢倉に敵が救っていたらパラセールでそっと最上階から忍び込むのも手だ。最上階から。ほうほう。パラセールそんな活用の仕方もあるのね。かかりこ村。あ、やっぱり村の中にあるんやね。え、でさ、この裏に、
裏にあれじゃない？なんかあの、守り神か何かがおるかなんかって言ったよね。ここ？ここなの？あっとんかな？全然違ったりして。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。